さあさあ来ましたよ。怖い場所だな。相変わらず怖いな。車止めて。首塚大明神主典道寺の首を埋葬したとされる場所です。怖いな。やだな。エリザベスに会いに来ました。そんなふざけていい相手なのかな。あの有名な主典道寺、主典道寺は多分名前言って分かる人分からない人、あなたみたいにマジで分からない人。主典道寺っていうのが分からん俺ね。何の主典道寺なんですよ。俺全然分からんもん。未だに分からんもん。まあもともとそのことの発端はこっからちょっと離れた大宮山っていう山で女性の人が消えたり、だから人が消えたりとか、うん、行方不明になるそういう事件が多発しておりまして、うん、でなんでっていうのをここでまたねビッグネームが出てくるんですよ、うん、そのなんであの場所、あの大江山で行方不明者が起きるのっていうのを、うん、安倍の生命に聞きに行って。安倍の生命って何。マジか。京の都で陰陽師をしていた京の都人です。でその方が占いというかね、その、うん、で確かめてみたところ、うん、その大宮山で悪さをしている主典道寺っていうその悪い人がいると、うん、でそれを聞いて当時の源頼光とあの、うん、四天王、源の四天王と言われている、うん、とか金太郎で有名な坂田金時を引き連れて。金時がな、未だにをそんな生きとった人だと全然なんかすげえショックやもん。でも僕こういうとこ喋ってるけどもう頭痛がしてるんですけど。あ、もう撤退か。ビシビシだねここ。まあ京都の中で、あ、でなんでここに首、あの大江山、大江山ってだいぶ遠いんですよ正直な話。僕ドラえもんです。猫型ロボットは出てこないから大丈夫。そう、だいぶ遠くって、うん、でそこで悪さをしていて、うん、で悪さをしていました、討伐されました、うん、首を持ってこられました、さ、うん、ちゃんと倒したよっていう証拠、うんうん、でよし、じゃあ京都に帰ってきたって思ってたら、うん、思ってたら、うん、そんなまがまがしいものを京都に持ってくるんだって言われて、うん、まさかの首を持って帰ることができずにここの辺りに埋められて、でその討伐してきたということだけその報告しに帰ったって言われて、何？ん？分からん。え？あ、びっくりした。ん？ん？なに、怖いんだけど。今こうやって手を捨てたら、プッて逃げられたので、ほんとびっくりしたと思って。歓迎されておるわ、こっちは。ちょっと待て。気持ち悪い。泣いてんの今の。どんな感じかちょっと改めて説明を。手をこうやって置いといたら、こうやって、ふって、軽く逃げられた。煽られてますな。うわぁ、もうダメだ。俺、やだな、出てくるの。怖いな。え、帰る？うわぁ、今びっくりした。気持ち悪い。今動いたんです、ドドンって下が。気づいてない。そう、今下がなんかドドンと動いたぞ。動物じゃないよね。動物で下からの衝撃は来ないでしょ。今下からドンドンと押す。俺がそんななんかやったっていうわけじゃないでしょ。うん、下から突き上げられた今。いやなんか怖いね。大丈夫かこれ。え、どうします、さっさと行って終わりにしますかい。さっさと取っちゃおう。よし、どう行きましょう。歓迎されておりますかな。いや怖いね。怖くね、なんか。
んなんなかったね。酒呑童子様、よみがえってください。下にある血は生き血でござる。これを触れ物は触るべからず、いたずらする者、酒呑童子様から、まあ、先祖代々に至るまで呪い殺されるかな。なかなかカルトチックな思考の方がいらっしゃるようだ。マジか。なんていうか、ヒトラーのネオナチみたいな、あんな感じで、なんていうの、酒呑童子を崇める方がいらっしゃるんですな。怖いんですけど。なんで足が動かないの、怖いな。俺が先に行くべき。行って。怖いな。生きてねえ。よいしょ、行きます。失礼します。失礼します。失礼します。大丈夫？つまずいた。最近年取るとね、変なところでつまずくのよ。入れてくれ。仕事まだね、なんで冬みたいに寒いよ。若干の肌寒さはまあ俺も感じてるけど。上のあの神社みたいなやつから見る感じでよろしいか。上野神社の方から行く感じで。あなたの全身後で写す。なんかさ、後ろが怖いよ。はあ、こっちにもあるわ。ん、生き血って飾られてたやつ。うん、あなたのその棒だよ、ビビったな。僕に何がある。そこ、鳥居の下。もう、それの好きな人多くないよな。よし、今回は 100% 固定した、絶対大丈夫。気をつけてね、足元。ステンオーブ。何、それは接触を持とうとしてるっていう話？帰れって言ってる話？
こういう黙り込むのもまたあれだね。おつなもの？黙り出していらんな、俺。これは一体何なんだろうね。なんかの生き地って言っとったけど、どうなんでしょうね。何の生き地？さあ、生き地としか書かれてなかったから。どう？もしかしてあれもそうか？どれ？あ、いた。失礼します。ぽいな。あの真ん中に置かれてる。ジュースまで捨ててやる。ここにもあるんだよ、これ。あ、すごい。さっきの文章と同じもん書いてある。なんだろうな、邪神教を崇拝してる人たちってこういう考えなのかな。そういうなんかいい神様じゃなくって悪い神様、うん、信仰してる方々の思考ってこんなもんなのかなって。飲み物が捨ててあるのが分からんな。四天王寺を敬うんだったらお酒の一つでも持ってこいよって思うんだが。ピントが出てる。やべ、匂いがする。よくない？よくない匂いだな。実はもう囲まれてたりするんですか？十分囲まれてる。ギャース。すげえ後ろのこの、ここはすげえ怖くて寒いんだ。そっちの方行ってみます？嫌だ。行ってきていいんだったら行ってきますけど。今説明します。はい、はい、僕はすいません。ギャース。ギャース。